ご挨拶申し上げます。ただいま委員閣議のご推挙によりまして、引き続き委員長の重責を担うことになりました伊藤達也でございます。委員閣議のご支援とご協力を賜りまして、公正かつ円満なる委員会運営に努めてまいりますので、何卒よろしくお願いをいたします。これより理事のご選を行います。委員長。矢田川一君。動議を提出いたします。理事の人数は8名とし、委員長において指名されることを望みます。ただいまの矢田川一君の動議にご異議ありませんか。ご異議なしと認めます。よって委員長は理事に小里康弘君、小田原清君、高橋日向子君、富樫博之君、根本拓実君、落合隆之君、矢田川一君、浮島智子君、以上8名の方々を指名いたします。次回は候補をもってお知らせすることとし、本日はこれにて散会をいたします。